どうもお疲れ様です。コピーライティングね、いや私ね、その昔シンデレラエクスプレスっていうね、こういうコピーというか名称を聞いたことがあったんですけども、まだ10代の頃でしたけどもね、いやなんかね、いい言葉だなと思いましたよ。シンデレラエクスプレス、これおそらくね、はっきりと調べたことはないんですけども、遠距離恋愛をしている東京大阪間の男女に対してですね、このシンデレラエクスプレスっていうキーワードがあったんじゃないかなと思うんですよ。でこれは東京大阪間の新幹線の最後の便ということですよね。その最後の便が多分23時半とかあの辺まで最終便が伸びましたよっていうことだったんじゃないかなと思うんですよ。そうすると遠距離恋愛をしている男女も日曜日のギリギリの時間まで一緒にいられて、で、その日のうちにね、新幹線に乗って帰って翌朝の仕事に間に合うみたいなところじゃなかったかなと思うんですよ。でこれがまだね、そんな遅い時間帯の便がなかった頃っていうのは、例えば22時ぐらいに最終便で今一つデートが楽しめなかったよねみたいなことになっちゃう。そこに、当時のね、時代背景もあったのか、23時半っていうのを開通させてみたらどうかなと思ったら、遠距離恋愛をしている人をはじめですね、もしかしたら土日の出張って方もいらっしゃったりとか、様々なニーズがそこにあったのかなというふうに想像したんですよ。本当かどうかわかんないですよ。でもそのぐらいシンデレラエクスプレスっていうこのネーミングね、いいコピーだなと思いましたね。当時10代の私がそこまで考えたぐらいですから、今はね、そうシンデレラエクスプレスっていうのはなくなりましたけども、というのが結構ね、便が増えたってところもあってありふれてきたんでしょうね。だからそんなに珍しくはなかった、便利になったわけですけども、で逆にですね、地方線っていうのは結構不自由してますよね。でもそこに秘境駅とかってね、出てきたわけですよ。それから廃線直前みたいなね、なんかもうすぐなくなっちゃうよみたいなのも一つのキャッチコピーなのかなと。そうやって今しかないよっていう限定感っていうのは結構お客さん呼び込んで、それによって財政が立て直されたっていう風なね、地方線もあるわけなんですよ。で移動のための電車から記念のための電車、乗ること自体が目的になるみたいなね、そんな地方線っていうのも出てきたりとかして、ニーズってのはこうやって変わっていくもんだなと思いましたね。キャッチコピーっていうのはインターネットをビジネスにする人の肝ですよね。やっぱ私たちは何かを伝えることによって集客に成功したり販売に成功したり、それから信頼回復とか信頼継続ってものに使いますから、どんな言葉を使うのかとかね、どんな表現を使うのかとか、どんな文字を使っていくのか、こういったことに思いを馳せなくてはいけないのかなと思いましたね。はい、今回もナミさんの動画非常に参考になりましたね。自分の言いたいこと大事なんだけども、視聴者さんの知りたいことをやっぱこうね、メッセージとして出していくってところが非常に大事なんだろうなっていうところも伺い知ることができました。じゃあ今日は以上です。お疲れ様です。